音が届くみたいです、はい、今ちょうど部屋にいたハウスキーピングと、大谷ジョニーさんのスタッフ2人がいたんですけど、お部屋の方にも聞こえるみたいで、ちょっと部屋の中にね、はいはい、まあ、どのぐらい聞こえるかっていうのを今から細かく聞いてくださいと思いますので、はいはい、ちょっと席外しますご検討ください。すぐ戻ってきます。はい、ああいいですよ、はい。部屋にも聞こえてくる、やっぱり太鼓はね、やっぱり確かに、みんなあっちの大谷の方の、いや大谷病院にも聞こえる、聞こえるか、だからすごいね、よく見たわからんね、これわからんけど、あんまり大谷病院とか、2階3階のですねお部屋にもね音が聞こえるという副支配人のお話でございました。ありがとうございました。皆さん頑張りますので、よかったら高評価チャンネル登録お待ちしております。ちなみにですね、撮影スポットなんですけど、今ここがね第一候補なんですよ。で次の候補ねちょっと見てみましょうね。母上ちょっと来てみてください。次はねこの真ん中に位置する、これもね候補なんですね。左手の真ん中に、広島に抜ける海が見えてですね、後ろは、黄色い、このこれがありますね。ただですねこの手前にですねこのサボテンのこう葉っぱみたいなようなこれがございますので、まあその演奏者がですね綺麗にここに収まるかというそういったね問題がございます。はい、続きましてねこっちの右の方へ行きますと、ここもねいいんですよね。なんでかというと、あの笹がですね、あのパンダちゃんが好きな笹があるんですよ。これが和楽器に似合うんじゃないかなって。母上これね、すごい笹があるんですよ、笹もいいよね、うん、その代わり、その海がね、うんうん、あんまり映らない。これだとね、あんまり映りません。だからその江田島荘の庭は綺麗に映るんですけど、うん、結局裏の背景の古高山とかのね、うん、ちょっと背景が少ない。こういうことですね。だからこっちの方がいいかもしれないんですね。こうやって斜めに、これはどうじゃろう。これまあでもやっぱりあのサボテンの葉っぱがやっぱりねこの目の前にあるからさ、ちょっとやっぱりこの角度じゃ難しいんですよね、サボテンが。はい、ちなみに皆さんこれですね、
江田島荘にはね足湯がございますから、皆さんどうぞ今度ね宿泊されるときはこの足湯に浸かりながら、私たちの演奏を聴いていただければ、やっぱりここがなんかいいような気がしますね。ここか、こうですね、この葉っぱとねあの木がちょうど交わるね、ここがねいいんじゃないかという母とね、そういうお話をねしたんですね。左手が、江田島温泉、そして右にはねつくものね富士山のような形をした綺麗な山がね見えますでしょ。だからねいいんじゃないかなと。ただこの正面にですねこのやっぱ葉っぱがございますので、ちょっと母上あそこ、うん、座ってみてもらえますか、うん、すいません、あのマスクちょっと今取っちゃって、今大丈夫、外だからマスク外しといて、うん、で、あの歌い手はあの立って歌った方がいいだろ、座って、ほうでしょ、うん、みんないいよったらね、歌い手は立った方がいいって。おじゃ、母上、ちょっとその辺立、そこ立ってみてもらえますか、どうなるか。はあ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 。はあはあ、なるほどね。ちょっと被写体が暗いような感じにも見えるけどね。はい、ありがとうございました。